店名ソメイヨシノ。桜の開花のように上品な旨味がパッと咲くスープ、口の中で美味しさ満開、特製醤油ラーメン。隣の女子は辻かりんさん。11月某日、 JR 神田駅西口到着。その目の前、神田駅西口商店街を抜けをお目当てに向かう。徒歩5分程度で到着だ。西口商店街を抜け、外堀通りを渡り裏道に入る。ここまで来ればお目当てはもうすぐ。さあ、あったぞ。麺屋ソメイヨシノ。ソメイヨシノの花言葉は、独立、優れた女性など。女性が一人でも入店しやすいラーメン店にしたいと思い、ソメイヨシノという名にしたそうだ。では早速。こんにちは。醤油、塩、つけ麺などあるが、特製醤油でいってみよう。それでは、麺屋ソメイヨシノの皆さん、最高の仕事、最高の一杯をよろしく。俺はしっかりコロナ対策して待つ。さあ、仕事が始まった。まずチャーシューを切って、炙りますか。よきよき。油がじわっと浮いてきて、もうこの時点でたまらん。さらに同じ皿にネギ、メンマ、味玉、水菜、海苔。なるほど、トッピングは別皿ね。麺を茹でる。麺は俺のラーメン訪問記初登場、さいたま市の宝華食品特製麺。国産小麦粉ソメイヨシノを使用した低加水麺。日本そばをイメージした麺だし、器におそらくチー油、さらに醤油だれ。醤油だれはひげた醤油超特選に、酒、みりん、20種の乾物を入れ、じっくり煮て旨味が凝縮したもの。そしてスープが登場。店主の出身地、茨城県の地鶏、奥久慈しゃもを使用。正統派の鶏ガラシングルスープなり。お客さん、俺がラーメン食べに行くと、隣の客は可愛い女子なのだが、今日はもしかしてコミュニティ FM 公開放送マニアの俺なら認知。彼女はレインボータウン FM 毎月第3火曜午後8時から放送、辻かりんとエマスリンの楽屋ラジオのパーソナリティ、辻かりんちゃんじゃないの。俺にはわかるのよ、マニアを侮るなよ。俺のラーメンそろそろ佳境、我々を素晴らしき麺の世界に誘うあの奏でが始まる時間。ゆっくりと目を閉じ、耳を澄まそうではないか。強さを変え、場所を変え、30回ぐらいのチャッチャーからの麺を器にドボン。美しくリフトして、ネギと水餃子を乗せて完成。トッピングは別皿でしたね。目の前にパッと季節外れの桜が咲いた、そんな華やかな一杯に感謝。着丼。酢ラーメンに近いシンプルなラーメンにどうだーなトッピング盛り。麺が冷めないようにという配慮と思うが、カスタマイズする楽しみがある。淡麗系の透き通ったスープはきっと繊細な味わい。いいねいいねいいね。我慢ならぬ。早速スープ、どうだ。あー、いいわー、うまうま。そうきたか。やはり口当たりすっきりした淡麗系、スッと入って、ああいいわーからの、うまみがバチコーンと弾ける。醤油の深み、昆布、ブシ系、さらにほんのり鶏の風味。一言では説明できない美味しいの波が止まらない。誰もがきっとうめえなスープ。では麺はどうだ。うん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 、いいいいいい、箸が止まらん。もう一口、
中細パッツン系の麺、チーをまとったスープがよく絡む。チュル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 っとストレスなしでどん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 入る。日本そばを意識したというだけに確かに程よい硬さ。口の中でパツンパツンと心地いい。そして広がる小麦感。ソメイヨシノという名の小麦だけに、パッと桜が咲いたように小麦感が広がるのですよ。このまま最後まで行ってもいいけど、お楽しみタイムと行こうか。トッピングのせのせタイム。ネギをのせて、味玉のせて、チャーシューのせて、メンマのせて、水菜にのり、楽しい。ではチャーシュー行ってみよう。どうだ。おお、ほろっとした、ほろほろっと柔らかくて、そしてしっかりジューシー。直前で炙ったこともあり、豚の美味しい脂が噛まずとも口の中でほわっと広がる。このチャーシューが2枚とは嬉しいじゃないの。続いては水餃子、どうだ。いいねいいね。もっちりの皮にあっさりめのあん、麺がパッツン、チャーシューがほろりんちょ、水餃子がもっちり。いろんな食感があって飽きることがない。あっさり系のラーメンは単調になりがちで途中で飽きちゃったなんてことをたまにあるが、ソメイヨシノの醤油ラーメンはあっさりなんだけど止まらない悪魔的なうまさがある。この一杯やられましたな。さあ、辻ちゃんのラーメン完成ね。こちらは塩かな、醤油よりさらにあっさりめか。でもソメイヨシノのラーメンはただのあっさりでは終わらないはず。リアクション拝見いたしましょう。え、何このスープ、うわあっさりしてるのに塩気がまろやか。ゆっくり口の中で転がすと、うわー、いろんな旨味がぎっしり。だし最高、これは止まんないわ。あ、麺はどうかな。あらま、この硬さ絶妙。パッツン系か。麺を噛んだ瞬間に弾ける小麦、最高、たまりませんね。よし、じゃあチャーシューいただきます。なにこのチャーシュー、大好き。うわー、ジューシーなのに豚の旨味がしっかりある。何このチャーシュー、めちゃめちゃ大好き。いやー、これとにかく美味しいわ。ここのラーメン最高。おい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 、器持ってスープ全部いっちゃうの。映画モテキで麻生久美子が牛丼食べるシーンみたいなナイスな食いっぷりに、心の中でスタンディングオベーションが止まらない。要するに率直に大方の予想通り、平たくところはばからずに素直に言ってしまえば、その時俺は彼女。うまい、惚れた。あっさりだけど深みがあって、どうにもこうにも止まらないな。ラーメン、ソメイヨシノの特製醤油&特製塩。トッピングが別皿でカスタマイズが楽しいぞ。麺屋ソメイヨシノ、早速ツイート。